ホタルカズラは紫か紫族に分類される多年草の一種。和名は草むらの中に点々とつける花の色をホタルの光に例えたことに由来する。別名がホタル草、ホタルから草、ルリ草。茎は細く直立し、高さ15から20センチメートル。開花後に根気から横に這う長い無花湯を出し、先端から根を出して新しい株を作る。 全体に開け出した荒い毛がある。葉は強調楕円形、長さ2から6センチメートル、幅6から20ミリメートル、能力色、冬にも枯れないで残り、表面に基部が盤状に硬くなった葉が根毛がある。茎の上部の葉の付け根に青紫色の鮮やかな花をつける。果敢は直径15から18ミリメートル、列片には白い5本の量がある。 開花時期は4から5月。分け川、白色で平滑。山地の日当たりの良い草地に生育するホタルカズラ。中国、台湾、朝鮮半島から日本にかけて分布する。日本では、北海道、本州、伊豆諸島、四国、九州、機械島、沖縄に分布する。花の百名山の小島山を代表する花の一つとされている。 産地や野原の日当たりの良い乾燥地や林中の半日陰の草地に生育する。日本では以下の多数の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。